どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちら、はい、ドラえもん第25巻です。うん、25巻まで来ました ね。はい、15話、あら、全15話です。少なくなってきた。はい、のび太の長い家で、鉛筆で大金持ち、4次元ポケットにスペアがあったのだ。のび太のスペースシャトル、ヘソリンガスで幸せに。なんと、のび太が100点を取った。材質変換器、缶詰缶で漫画を、仲間入り選考、平和アンテナ、羽織の行方、ブルーテリンは僕の家、竜宮城の8日間、明日の新聞、のび太の結婚前夜、ということになってますね。なんかね、はい、長い話が多かったイメージですよ ね。ちょっと長めの、はい、今回の好きなお話、はい、僕はこちらですね、羽織の行方ですね。まあね、のび太がたまたまね、なんか羽織を助けてね、それがどうなったのか気になっちゃったんでね、ずっと、まあ、カメラで見続けるっていうやつですけど、なんかこれ読んだの覚えててすごい、なんか当時アリのそういう観察してえなってすげえ思ったんですよね。楽しそうだなと思って、流行ってたし。なんかでもドラえもんとかやっぱ怖いもの知らずだから、アリのサイズになってアリの巣に入っていくっていうねそうなんですよね、恐ろしいですよね。アリは凶暴ですからね。でもまあ助けたの覚えててくれたんでね、アリたちも。ちっちゃくなってたら覚えてないと思いますけどなんでちっちゃくなってるんだと思いますね。そんでアリがリアルだから怖いから、なんかデフォルメしちゃえみたいな、変な道具も出してきてね、それはひどいだろうと思いましたけど、せっかく助けたのにリアルだったら怖いっていうね。まあこれもね、最終的にはでも1年経ってね、1年後あのアリたちがまた頑張ってるというのを見て、のび太も勉強頑張ろうっていうふうに終わってるんですけどね。僕はこれですね、はい、まあ、好きというか、妙に気になった、はい、ヘソリンガスで幸せに、これは怖いですよ、ね、怖いんですよ、ね、いやこれも覚えてんだよね、本当子供の頃読んだの。だからこのちょっと麻薬的な、前もねありましたけどね、なんか一個ね、そうなんですよ、何を食らってもね感じなくなるっていう、ポジティブになるみたいなね、だからアッパー系のガスをへそから入れて、そうなんだよ、そうすると30分間、まあ、痛みも感じないし、全てのことを前向きに捉えちゃうっていう、いやこれ覚えてんだよ、恐ろしい。で町中にそんでね、ヘソリンガスが蔓延して、30分10円でね、打ってもらえるんですけど、なんか途中でなんかスカートめくりうわーってやって気にしないみたいな女の子いるんですけど、俺当時それがめちゃくちゃ怖く見えて、なんか恐ろしいですよ、何これと思って。こんなんだったらビルから飛び降りても死なないかもしれないとかねみんながとんでもないことに なびきかけちゃってね、とんでもない、へそから入れるっていうのもね、すげえ怖いんですよね。そうなんですよね。なんかこの藤子不二雄さんがこう、昔の人だなっていうね、なんかこう感じますね。まあドラえもんが昔の漫画だなんかね、これはすごいメッセージ性があったんかな当時。なんか、ね、でも子供心にでも思いました。痛み知らない、痛みが分からないって怖いことなんだなっていうのはなんか勉強できましたね。あれみたいなことだね、あの医者が使うあのなんだっけ、痛み止め、モルヒネ、モルヒネ、モルヒネも麻薬だって言いますもんね。まあね、そういう意味は知らなきゃいけないんですね。今回の好きな秘密道具、はい、僕はこちらです。平和アンテナですね、これがあれば立ちどころにね、喧嘩してても仲良くなっちゃうっていう、まあこれはまあいいですよね。やっぱり揉め事なんて見たくないですし、でずっと続くのがね、これやったら、いや、まあ解決は何もしないんですけど、多分揉めてる元のね、やり続けるしかないんじゃないですか。ずっと起き続けるしかない、まあ、これもだから似てんのか、もうどっちでもいいかみたいな感じになって仲良くなっちゃうってことですもんね。あと使う時ないけどね、まあだから手前の喧嘩ね、うちの両親もいまだに言い方がムカつくとかで喧嘩したりするんで、そういう時はもうまあまあっていう感じで使いたいですね僕はこれですね、はい、新聞日付変更ポストね、明日の新聞が見れちゃうんですよねそうね、これ無敵ですね、また無敵道具がまた誕生しましたまあね、明日の新聞が見、まあでも、まあ、タイムマシンとかがあったらね、もう全部わかるんですよね。そうなんですよ、だからあの
何なんでしょうね、この未来のやつらは。あの手この手でね。あの手この手でね、うん、まあその、まあ、おもちゃみたいなもんなんでしょうね。まあ、だから次々と新しい商品を生み出さないと、うん、まあ、目的というかね、結果一緒でもっていう。タイムマシーン乗るまでもないよみたいなね、うん、楽しみ方としてはこういう楽しみもできるよみたいな。そうね、まあもっと手軽だしね。これスポーツ新聞もいけんのかな。まあ、確かにね、うん。レースの結果を知ればっていうことですよね。うん、これが家に1台あったらな。まあね、未来知れるっていうのね。うんうん、今回だから道具。そうか。まあ、だから結婚前夜とかかな、やっぱ有名なので言ったら、ね。うん、そうね、うん。結婚前夜がここであったかっていう。うん、あとはあれか、なんか竜宮城のやつか。うん、そう。だからこの缶はすごい覚えてんだよな。うん、でもやっぱりヘソリンガスの記憶はやっぱすごかった、ね。なんか怖かったし、なんか変な話ですよね。うん、そうね。はい、というわけで25巻までやってきました。じゃあ次の26巻も楽しみにしておきましょう。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。じゃあお支払いお願いします。こちら合計で140万円になります。140万。はい。わかりました。あ、お支払い小切手でよろしいでしょうか。え、鉛筆で。いや、やめといた方がいいよ。どうも、ありがとうございました。